Some people claim that, here in Japan, we don't have such large-scale ruins as Pyramids in Giza Plateau and Teotihuacan, Mexico, though German civilization was fostered in ancient times in Japan for a long time. Why don't we have such large-scale ruins here in Japan? My answer to this question is very simple because we have earthquakes all the time all through the year. Ancient God scattered his footholds all around Japan instead of constructing large-scale ones. That is to say that there are two styles of ruins. One is concentrated style of ruins and Another one is Scattered Style of Ruins Here in Japan, you may see Scattered Style of Ruins everywhere in Japan Here is one example 弥生 Ruins 私、林弘は世界の遺跡といっても二つのスタイルに分けて考えています一つは、下座高原の ピラミッドに代表される集中型遺跡巨大遺跡を中心に据えた遺跡ですもう一つは日本の神社や古代遺跡に見られる分散型遺跡です弥生遺跡がその一例ですでよくこう言われます縄文文明とは言うが日本には遺跡らしい遺跡がないではないかと ところがどっこい日本には日本型の遺跡が残っています全国に残っていますそれが分散型遺跡です理由は日本という島国が地震列島であることと関係していると私は判断していますがともかくこんな例もありますからどうか皆さんもご覧いただきたいと思います不不思議な不思議議なな弥生遺跡なる 軍です。広志林浜松市ジャパン。多くの日本人が誤解していると思いますえ。つまり、日本には遺跡はないとです。が、今言いましたように、日本には遺跡が 至るところにありますただし日本にある遺跡は例えば先ほども言いましたようにギザのピラミッドあるいはティオティワカンのピラミッドのような集中型の大型遺跡ではありません分散型遺跡ですなぜ分散型遺跡かということについてはいろいろ考えられますが私はやはり 自信があるせいいいではないかと考えていますそのため古代の神々は日本中に遺跡を分散しましたそれが現在に見る古墳でありそして神社であり寺ということになりますえつまりこの日本は遺跡だらけだということですそしてそれぞれの遺跡がそれぞれの遺跡と ラインでつ,ながっていますつまり林博のライン理論に従って従っているということです。で今日はここで弥生遺跡を例に挙げてそれについて考えてみたいと思います。Bye for now. Hello, this is Hiroshihaya Shi Hammam City Japan. A concocted history of Yayoi period of Japan.We, the Japanese, are German people as we are now here. 熱造された Yayoi 時代。日本人は今も昔も縄文人です。という話です。前回、銅託についてのビデオを作りました。 その銅鐸についてですね、これは縄文人が作ったものではなくて、弥生人が作ったものだというふうにおっしゃった方がいらっしゃいました。本当にそうでしょうか、えー、右が縄文人、左が弥生人です。銅鐸はどちらの人々によって作られたのでしょうかというビデオです。まず弥生人について簡単に説明しておきます。日本列島です。左が朝鮮半島ですね。 そして、その時々において、えー、朝鮮半島から、えー、いわゆる、まあ、大陸の人たちが、この日本列島に渡ってきました。それは事実ですね。で、その渡ってきた人たちを、まあ、弥生人、トライ人というわけですね。で、元からいた縄文人と、まあ、ここで、まあ、一緒になったわけです。で、ただ、弥生人と言いますけども、まあ、どこが違うかと言いますと、土器が違うんですよね。またそれだけなんですよね。 で、右が縄文人で、左が弥生人ってことになります。縄文人がまあ進化して弥生人になったわけではありません。また縄文文化が進化して弥生文化になったわけではありません。そこを間違えないでくださいね。また、縄文土器が進化して弥生土器になったわけでもありません。まあ多くの人はですね、縄文土器から弥生土器にまあ進化したというふうに考えていらっしゃいます。そして、古代日本の まあいわゆる縄文文明が進化して、や生文化になったわけでもありません。この両者は、まあもともと違った一質の文化であったということになります。で、その中から、道教が生まれ、道宅が生まれたわけですね。もちろん、えー、数々の土偶、埴輪も生まれました。で、今まで私は縄文文明について述べてきました。 その縄文文明が進化して、弥生文化になったというわけではありません。すなわち、弥生文化というのはですね、縄文文明を、まあ、良しとしない人たちによって捏造された文化であるというふうに私は考えています。まあ、縄文文明というのは神々と非常に深い関係にありました。その証拠がこの直線ということになります。えー ま、その証拠と言いますかね、弥生文化そのものも、いわゆる縄文文明と同じように、神々によって指揮、指導された文化であったということになります。その証拠がこの直線です。今皆さんにご覧いただいているのが、この直,その直線ということになります。で、弥生文化について調べてみます。リード社からこんな本が出ました。以前、 買ってきました。で、私が、まあ、そのね、弥生遺跡を選んだというのでは、信憑性がありませんので、この本の中に紹介されている、12の弥生遺跡について調べてみました。これがその遺跡ですね。で、弥生町、東京区、東京都文京区にある弥生町の2丁目の、えー、弥生分、あの、遺跡です。そして、えー、左から、えー、山木遺跡、トロ遺跡と続いていくわけです。 えー、カラコ、カギ遺跡。そして、えー、池上、ソネ、イシ遺跡ですね。ごめんなさい。これが、えー、シュ山、古墳です。まあ、遺跡ですね。そして、平原です。こういうふうに、まあ、ここに6つの、えー、遺跡がですね、ほぼ進捗線に並びます。で、上の方が、工人谷遺跡と、ムキバンダ遺跡です。ムキバンダ遺跡ですね。そして、左の方行って、息の 腹の辻遺跡、そして、平原ばるがって下に、吉野狩遺跡があります。まあ、こういうふうに、こう、まあ、12の遺跡が紹介されていました。で、特に注意していただきたいのが、この山木遺跡から平原ばつな繋いだこの直線ですね。この直線上に、ほぼ、直線上に、 6つの遺跡が並んでいるということです。まあこれを偶然と見るべきなのか、それとも意図されて、まあ機械学的にね、並べられた遺跡と見るかは皆さんの判断によります。で、もう一度ここが重要なところですから調べてみます。今言いましたように、右の山木、いわゆるニラ山城 ま、今、あな、後になってますけども、山木遺跡、それから平原。これ山木ですけどもね、現地って調べたんですけども、あの、二大山城との関係は、と、現地には、あの、書いてありませんでした。トロ遺跡。トロ遺跡はですね、まあ、あの、後で紹介しますけども、北方にある、えー、清見山に、前方公園がありました。で、そこに点を取りました。唐湖、カ遺跡、それから池上、曽根遺跡、それから、潮出山です。潮出山につきましてはですね、古墳が、 塩分がありませんでした。四国になりますからね。それで現地の方に電話をかけて聞きましたら、もうこの渋谷山からは、古墳は見つかっていないそうです。そして、まあ、あの、今の平原のやや下に吉野狩りがあります。まあ、日本でも最大の弥生遺跡ということになります。 まあこういうふうにもうこの辺にまあ集まっているということですね。で、もう一度ラインセオリーに従って、これらの弥生遺跡を調べてみたいと思います。先ほど言いましたように、6つの点がほぼ直線に並んでいます。そして、山陰の3つの遺跡、そして九州の3つの遺跡もほぼ一直線に並んでいます。で、特に注意していただきたいのが、右の山木、二ら山遺跡と、それから平らばる遺跡のこの直線なんですね。 で、この点を取るのが、まあ、ま、あの、ちょっと注意していただきたいのは、それぞれ、あの、近くにある、えー、古墳を選びました。円墳、それから、を選びました。そして、つないでいますと、えーまあ、このように直線になるんですけど、特に問題だったのは、今言いましたね、ウデ山なんですね。で、ウデ山は、先ほど言いましたように、まあ、電話をかけて、いろいろ調べてみたんですけども、もう現地行こうと思いましてね、あの、 あのいわゆるそのものになんてますか、古墳があれば、調べようと思ったんですけども、そういったものはないそうです。ただ十数キロ離れたところに一つありますよって話は聞いています。で、これは頂上に点を取りました。で、Google Earth の上で調べています。これがあの、ニラ山の山木遺跡です。 その後に二山、にらやま、にら山城になり、現在は白跡になっています。これが清水山ですね。静岡市のやや北方にあります。これが唐コ鍵遺跡ですけども、ここはですね、あの、古墳ありませんでしたので、ここに取りました。そして、えー、池上曽根駅、周出山、汐山ですね。この半島に取りました。そして、平ばると、まあ、この今言った点を線でつないでみました。で、その直線を皆さんにこれからご覧いただきますけども、 ほぼ一直線並んで、やや渋谷まで上上がってるかなって感じがするんですね。ですから渋山がややもうちょっと下じゃないかな、下ってことは南の方ではないのかなと思います。これ、あの、渋山の山の頂上に点を取りました。そして並べてみますと、こう、山木から平原までこのように直線に並んでいます。 で、今言いましたね、朱雨山がやや左に寄ってる感じがしますね。で、これ朱山ももう少し、あの、半島の付け根あたりになるとなりますと、真一直線になります。これを偶然と言うべきなのか、それとも意図的にアレンジされた遺跡と言うべきなのか、皆さんの判断にお任せしますけれども、弥生遺跡と今度は春の辻遺跡ですね、あの、息のつなぎますと、この日本の線がほぼ平行になります。そして、えー、高人谷と向きバンダとつなぎますと、やっぱり平行になります。 で、これら3本の線はほぼ平行になるということは、私はこれは偶然だというふうには思いません。いわゆる偶然だと思う力の方がですね、弱いということですね。で、偶然ではないと思う力の方が強いということになります。いわゆる意図された。これ、こうした、あの、まあ、なってますか、ライン理論っていうのは、あちこちで、まあ、私が発見してきましたので、そうした流れの中で、まあ、これは偶然ではないという、まあ、判断ですね。まあ、偶然だと言われれば偶然になるんですけどもね。 先ほど言いましたように、これらの12の、ここに出てるのは11ですけども、11の遺跡は、私が選んだで、選んだのではなくて、まあ、冒頭にあげました本の中に紹介されている11の遺跡ということになります。で、結論はですね、私は、あの、弥生、 まあ、時代っていう、よく言いますけども、縄文時代から弥生というふうに繋がって、私たちは、あの、記憶してますけども、そうではなくて、弥生は弥生であり、まあ、それはあの、縄文時代は縄文時代で、そのまま、今の私たちまで触っているということなんですね。で、弥生時代というのはですね、この、いわゆる土器が違うだけなんですよね、要するに。いわゆるその、いわゆる新しい模様のない土器が入ってきた。それを、まあ、弥生というだけであって、それはある意味でその、 なってますから土器に過ぎないわけですよね。もっと言います、先ほど言いましたように、縄文土器が進化して、弥生土器になったわけではなくて、まあ、乾燥になった、その別の土器が、朝鮮半島から渡ってきたということなんですよね。ですから、縄文人は縄文人のままであり、私たちは縄文人だということなんですね。よ、となると、弥生時代というのはどうして、まあ、弥生時代になったかというと、縄文時代を嫌う人々によって滅亡された可能性がある。あくまでも可能性として考えてますけども、そういうことなんですね。 まあ、もう一度言いますと、この上の赤枠の部分はですね、これは縄文時代です。これは私認めますけども、それに変わるほど弥生時代がパワフルでですね、まあ、乗っ取るほど、まあ、強力なものではなかったということです。そのもう一つの事実を皆さんにお教えしましょう。これは、あの、えー、鴨も岩倉遺跡ですね。日本でも最多数の、えー、いわゆる銅鐸が見つかっている場所です。 で、ここで、まあ、あの、最多数の銅鐸が見つかっているんですけども、これが、鴨岩倉遺跡です。まあ、これ今、あの、なんか屋根が見えますけど、この下、やや上あたりですね。このあたりで、あの、道卓がたくさん見つかっています。この線はですね、え、出雲大社の本殿の屋根と、え、伊勢神宮の内宮をつないだ線です。内宮の屋根をつないだ線です。その線がですね、新<っ>一直線に、鴨岩倉遺跡の上を横切ります。これはもう偶然ではありませんね。 え、この線です。今、左上が、これ、出雲大社です。そして、右下が、今度は、え、伊勢神宮の内宮となります。その新一直線下に、鴨岩倉遺跡があります。そこで、日本でも最多数のえ銅鐸が見つかっています。で、私は、まあ、もう一つ言いますね。まあ、じゃあ、やよい人が作ったというならば、 当然、朝鮮半島に銅鐸があるはずですよね。しかし、朝鮮半島からは銅鐸は見つかっていません。ですから、朝鮮半島から銅鐸が伝わってきたという話はありえませんね。ということで、弥生人が銅鐸を作ったという話は消えます。ということで、まあ、そうした誤解をね、まあ、今日解くためにこのビデオを作ってみました。 Hello, this is 香川の小山山広し林ジャパン。Ashi, 弥生 ruins are a straight line. A mystery of 妙見宮。Gu. 一直線に並ぶ弥生遺跡。妙見宮の謎。前々回、弥生遺跡は一直線に並んでいるというビデオを作りました。が、やや、修羅山遺跡のところで曲がります。 それについて、香川の小山さんよりこのようなメールが届きました。州で山もそうであるけれども、そのすぐふもとにある、いわゆる妙見宮がそのポイントではないかと。で、早速それについて、まあ、つまり妙見宮について調べてみました。が、妙見宮は、あの、住所を入れてもその場所が特定できませんでした。それで地図を頼りに妙見宮を 特定しました。これが秀で山遺跡ですね。で、その、まあ、もう、右下の方にあるのが、妙剣宮です。で、この、ブルーの線が、まあ、あの、前々回繋いだ線ですけども、ここに妙剣宮があります。妙剣宮は、巨石、巨石、までよく知られた、まあ、明剣さんというふうに呼ばれて、親しまれている、あまあ、神社というか、お寺なんですね。 で、ここに妙見宮があります。で、今回は、この妙見宮と、を、線で繋いでみました。えー、池上、曽根、遺跡と、そして妙見宮、妙見宮と、そして平原を線で繋いでみました。まあ、妙見宮にはですね、こんな、まあ、巨石が、まあ、あるわけですね。で、香川の小山さんがおっしゃるには、 こ、こがそのポイントではないかと。まあ、それでまあ、十分というかね、それ、だからここというふうには特定できませんけども、まあ、検証してみます。で、これがまあ、修で山遺跡のある半島ですけども、前々回はこの上の線で繋ぎました。で、今回はその右下の妙見宮で線を繋いでみます。 それで、池上、曽根、遺跡と妙剣宮妙剣宮と平原を線で繋いでみます。その平原から、その直線を見てみますと、えー、一直線に並んでるのがわかりますね。綺麗ですね。今度は反対側の、えー、山木遺跡ですね。大山の山木遺跡から平原の方を見ています。下が山木です。で、前方、遠くが、えー、平原ということになります。一直線に並びましたね。 まあこのように、弥生遺跡は、ほぼ一直線に並ぶわけですけども、まあ今回は、秀で山から、明剣宮に点を移した。まあこれについてはですね、まあこじつけというふうに考えられるかもしれませんけども、一応ここで、まあ、掘り売りしておきます。明剣宮の方が、新一直線に並ぶということですね。まあ